今日はカリカリポテトを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はカリカリポテトを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、カリカリサクサクなとても美味しいポテトを作っていきます。材料はですね、揚げる時の油を抜いてたったの3つで作ることができます。材料もシンプルで作り方もすごく簡単です。ところどころ注意点やあとはポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。じゃがいも、米粉、塩、そして揚げるときに揚げ油を使用していきます。まずじゃがいもなんですが、今の状態で約 350g になります。こちらの重さは目安にしてください。そしてじゃがいもの品種ですね、今回私はメークインを使っていきます。こちらの品種はお好みのものを使用してください。そして粉類なんですが、今回は米粉を使用していきます。米粉を使用するととてもサクサクっとした仕上がりになります。もしですね、米粉がない場合は片栗粉で代用してみてください。少し食感は違うんですが、似たような感じで作ることができます。そして味付けは今回シンプルに塩で行っていきます。こちらはお好みでコンソメやあとはカレーパウダーなどを入れていただいてもいいかなと思います。ただコンソメを入れる場合は塩は抜いて入れてみてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。はい、それでは作っていきます。まずはじめにじゃがいもの皮を剥いてください。はい、このように全体の皮を剥いてください。この時芽がある場合は必ずね、取り除くようにしてください。それではですね、残りも同じように皮を剥いていきます。はい、このように剥いてください。そうしましたらね、こちらのじゃがいもをだいたい一口大の大きさに切っていきます。切り方は切りやすい方法で切ってください。はい、OK です。じゃがいもをボウルの中に入れます。はい、そしたらお水を入れて、このままだいたい5分ほどアク抜きをしてください。あとですね、このようにお水に少し浸していただくことで変色も防ぐことができます。はい、5分経ちました。そしたらお水を捨ててください。お水を捨てたらここにふんわりラップをかけます。そしてこのようにね、1箇所空気の出入り口を作ってください。それではこちらをですね、電子レンジ 600W で5分から7分ほどじゃがいもが柔らかくなるまで加熱していきます。はい、加熱しました。今ね、6分間加熱しました。ではね、ラップを取ります。そして一度竹串を刺してください。この時にスーッと竹串が通れば OK です。何箇所かねやってみてください。竹串が通ったらこれをマッシャーで潰していきます。潰す前にですね、ボウルを傾けて少し水分がある時はこれは拭き取ってください。ただすごく熱いので火傷だけには注意しましょう。はい、 OK です。それではこちらのじゃがいもマッシャーを使って潰していきます。マッシャーがない場合はフォークなどで潰してください。はい、OK です。できるだけね、しっかりめに潰してください。そうしましたらここにですね、塩を加えます。1つまみから2つまみぐらいでいいかなと思います。そしてあとは米粉も一緒に加えてください。よく混ぜましょう。じゃがいもをね、潰しながら混ぜていきます。最初はね、少しパサパサしてますが、だんだんね、しっとりとした感じになってきます。はい、粉っぽさがなくなって少しね、ねっとりとした感じになれば OK です。今ね、すごく熱い状態なので、少しね、触れるぐらいになるまで粗熱を取ります。粗熱を取るときは表面が乾燥しないように上にね、ピタッとラップを貼り付けてください。では粗熱を取ります。はい、粗熱が取れました。それではね、今からこちらを丸めていきます。細長くね、棒状にしていきたいと思います。それではまずまな板にラップを敷きます。そしてこちらのね、じゃがいもを乗せます。ちょっとね、多いので半分ずつやっていきたいと思います。まずじゃがいも大体で大丈夫です。半分置いてこれをですね、丸めていきます。よいしょ、コロコロ転がします。
はい、OK です。だいたい直径が 2,3 センチぐらいの太さになるように伸ばしてください。そしたらラップを外します。少しね、また形を整えて、そしたら包丁でだいたいね1センチ幅ぐらいで切っていきます。はい、このように切ります。見るとね、こんな感じ、このぐらいの大きさになるように切ってみてください。それではね、もう半分も同じように切っていきます。はい、このように切り終わりました。それではですね、今からこちらを油で揚げていきます。ではですね、フライパンの底からだいたい5ミリほどの油を注ぎ入れてください。はい、そしたら火にかけます。火加減は中火です。このまま油を1分ほど温めてください。はい、1分経ちました。そしたらですね、火加減を弱めの中火にしてください。そしてこちらじゃがいもを入れていきます。火傷しないようにね、注意してください。少しね、低温から揚げていきます。はい、今ね全部入れました。それではですね、このままだいたい7分から8分ぐらいですね、表面がカリッとするまで揚げていきます。その間をですね、火加減弱火から中火で調整しながら揚げてください。時折ね、転がしながら揚げていきましょう。今回ね、米粉を使ってるので、このようにたくさん入れても隣同士がくっつきにくくなってます。片栗粉を使うと少しね、隣同士がくっつきやすくなる場合があるので、もうちょっとね余裕のある感じで揚げていただくといいかなと思います。はい、今ね8分ほど揚げました。このようにお箸で触った時に表面がカリッとすれば OK です。カリッとしてきたものから取り出していきます。大きさも違うと思うので、揚がったものからね取り出すようにしてください。このね、揚げる時の温度なんですけれども、最初は少し低温からスタートして、最高でもね170度くらいをキープするようにしてください。それ以上温度が上がってしまうと破裂してしまう恐れがありますので、油の温度管理は十分に注意するようにしてください。ではね、もう全体的にいい感じに揚がったので、まとめて取っちゃいたいと思います。はい、こんな感じでカリカリです。このように揚げ終わりました。とてもカリカリに仕上がってます。それではこのまま3分ほど油を切ります。はい、これでカリカリポテトの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにね、綺麗な揚げ色になってカリカリに仕上がってます。お好みでケチャップやマスタードをつけて召し上がってください。それでは早速いただきたいと思います。手づかみで失礼します。いただきます。もうカリカリサクサクです。味も塩2つまみぐらいでちょうどいいですね。おいしい。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のカリカリポテトのポイントです。まずじゃがいもなんですが、今回はメークインを使ってます。こちらのじゃがいもの品種に関しましては、お好みのものを使用してください。そしてグラムなんですけれども、皮付きの状態で今回は約 350g 使ってます。だいたいですね、 300g から 350g ぐらいを目安にしてみてください。そして今回粉類は米粉を使ってます。米粉を使うことでとてもカリカリな仕上がりになります。ただ米粉がない場合は片栗粉で代用してみてください。片栗粉を使っても似たような食感に仕上げることができます。ただですね、米粉の方がカリッとなりやすいので、ぜひ米粉で作ってみてください。そしてカリカリポテトの生地を作る時のポイントです。まずじゃがいもの皮を剥いて、芽があった場合は芽は必ず取り除いてください。そしてその後一口大の大きさに切って、だいたい5分ほど水にさらします。そうすることでアク抜きができるのと、あとは変色も防ぐことができます。その後ですね、水を切ってじゃがいもが柔らかくなるまでだいたい5分から7分ほど加熱してください。その後じゃがいもを潰して、あとは塩で味付けするのと米粉を混ぜるだけなので、とても簡単です。米粉を混ぜた後はですね、少しパラつくんですけれども、しっかり混ぜてるとだんだんひとまとまりになるので、マッシャーでね潰しながらよく混ぜるようにしてください。そしてよく混ざったら、一度手で触れるぐらいになるまで粗熱を取りましょう。そして粗熱が取れたら、ラップで一度く
くるんで、そして棒状にしてください。あとはね、だいたい1センチ幅で切ります。そして揚げる時のポイントです。揚げる時なんですけれども、まずね、フライパンにそこからだいたい5ミリぐらいの油を注ぎ入れてください。そしてその後中火にかけてだいたい1分ほど温めます。そうするとね、油の温度がだいたい120から140度ぐらいになるんですけれども、そのぐらいの低温になったらじゃがいもを入れて、あとはですね、カリッとするまで7分から8分ほどを目安に揚げてください。じゃがいもを入れた後なんですけれども、火加減は中火から弱火の間で調整しながら揚げてください。ただですね、この油の温度が上がりすぎてしまうと、このじゃがいもが破裂してしまう原因になるので、油の温度の上げすぎには十分に注意するようにしてください。なのでね、強火では絶対にね揚げないようにしていただけたらと思います。できればね、温度計でね測っていただくのが一番いいかなと思います。油の温度は上がってもね、だいたい170度ぐらいまでにするようにしてください。あとはですね、お箸で触って表面がカリッとすれば OK です。その後は3分ほど油を切って召し上がってください。今回はですね、とてもシンプルに塩味にしたんですけれども、コンソメ味にしたりとか、あとはカレーパウダーなどを入れても美味しく召し上がっていただけます。アレンジもお好みでやってみてください。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はカリカリポテトを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、Instagram、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。